本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより JR 東日本カップ2024第98回関東大学サッカーリーグ戦オンライン記者会見を開催いたします。なお、この会見は後日関東大学サッカー連盟公式 YouTube チャンネルにて公開予定です。質疑応答などの模様も公開されますので、ご了承ください。本日、司会を務めさせていただきます。私、一般財団法人、関東大学サッカー連盟学生幹事、池田花と申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。開会に先駆け、登壇者の紹介をさせていただきます。一般財団法人、関東大学サッカー連盟専務理事、桜井智。あ、よろしくお願いします。以上、1名です。続きまして、選手の紹介をさせていただきます。筑波大学主将、福井啓太選手。よろしくお願いします。東京国際大学主将、板倉健太選手。お願いします。明治大学主将、中村壮太選手。よろしくお願いします。日本大学主将、高倉浩樹選手。よろしくお願いします。流通経済大学主将、藤井海人選手。よろしくお願いします。東洋大学主将、中山浩太選手。よろしくお願いします。桐蔭横浜大学主将、松本太一選手。よろしくお願いします。翔選手。はい、よろしくお願いします。国士舘大学出身。よろしくお願いします。中央大学主将、大野篤紀選手。はい、お願いします。駒澤大学主将、鈴木静。はい、よろしくお願いします。学院大学主将、中田俊樹選手。よろしくお願いします。以上、登壇者の紹介とさせていただきます。はじめ、本連盟を代表いたし、一般財団桜井、ご挨拶、本大会の概要と展望を申し上げます。じゃあ、財団法人全日本大学サッカー連盟の桜井です。はじめにですね、本日月1日は、新年度のスタートということで、それ一部リーグ所属12大学の主将の皆様、そしてメディアの皆様および、展望の前にですね、主催者を代表して、少し、挨拶させていただく。リーグ戦は、8回目を迎えます。戦前から続きます、この伝統は、今年も嬉しく思っております。昨年度コロナウイルスが5類に移行になりがですね、昨年、当たり前のようになってきましたが、このリーグ戦を開催できるっていう、簡単なことではない。ご尽力に至っています。ましてですね、開催のためにご尽力
感謝申し上げます。ありがとうございます。出場されるですね、学館におかれましては、まあ、多くの方の支えになっていることをしっかり理解した上で、リーグ化し、フェアからもタフで、試合をしていすみません、まずは主催者代表のとなります。はい、ではちょっと私の方から、リーグ戦の概要と、まずはですね、リーグ戦の概要ですが、まあ、本リーグ戦は一部12チーム、チームの3部連続ホームアンダーウェイをして、全部で2節開催します。日程の方はですね、開幕して、途中6月中旬から7月中旬、8月上旬から9月の中旬期間がありますが、して11月17日まで、例年通り入れ予定となっております。まあ、ホームページに記載する、まあ、開催要項に、は2部から3部から、都県の入れ替えについてちょっと簡単に、説明させたいと思います。入れ替えは昨年同様おり、一部と二部の入れ替えは、昇格、二部上2チームが一部の昇格、一部の10位と二部の3位のチームで、一部、二部と三部は、二部下位2チームが降格、二部の9位と三部の4位、二部の10位と三部の3位となります。3リーグのと、都県の入れ替えですが、3部の最下位チームが都県サッカー大会の優勝が、3部へ自動昇格、関東大学、3部の11と、関東大学サッカー大会の2位が、3部でプレーオフを行うことです。まあ3チーム、2部と3部ですと、最大4、3部と特ですと、最大この参入プレーオフ、導入した経緯といたしましては、昨年度も、少しお話しさせていただく限り、真剣勝負のところは、全日本大会の出枠が、例年から6、プレーオフを行わなくてもほとんどのチームが、最終戦まで全日本大学サッカー選手権大会の出場枠争い、または降格争いに関わっていましたが、上の2チームと、下の2チーム、まあ、降格に関わるっていう終盤になりますと、まあ、昇格も降格っていうようなチームが出てきてしまっていました。まあ、この参入戦プレーオフ導入に伴いですね、最後まで昇格、参入戦プレーオフ、まあ、降格争いに関わるチームが、まあ、多くなり、本当に最終戦まで、気を緩めることができない、リーグ戦になったのかなと思います。実際一部は最、まあ、インカレ出場チーム、自動降格、参入プレーオフに出場するチームが決まっておりますし、2部3部も同様に、まあ、最終戦まで多くのチームが、昇格、参入戦プレーオフ降格に関わっていたのかなと思います。まあ、1部と2部と3部の、まあ、入れ替え条件、まあ、なぜ違うのかっていうようなことを聞かれることも多いんですけれども、今説明させていただきましたように、まあ、ありますし、まあ、3部でいうと、関東リーグから、都県に降格になるなど、まあ、それぞれのディビジョンで、まあ、置かれている立場が違いますので、それぞれの入れ替えっていうのは、まあ、少し違うものとなっております。まあ、昨年と、まあ、今年で、まあ、入れ替え条件同様になるんですけれども、昨年5試合行われた、参入戦プレーオフのうち、下のカテゴリーが勝ったのは、1試合だけでした。
今後も、ほとんど上位チームが残留するような状況やですね、参入戦プレーオフに勝って、昇格したチームの翌年度の成績等などを、考慮して、来年以降ですね、この条件っていうのを変えることも、検討する必要があると考えて、いますので、そのことは、触れさせていただきたいなと思います。また昨年度から、原則ホームアンダーウェイ制を導入しており、原則1会場1試合開催となっています。キックオフ時間も、ほとんど14時で、同じ時間となっており、直接会場で試合を見れるのは、多分土日それぞれ、1試合となりますので、多くの試合を観戦したい方からはですね、昔みたいに試合開催できないのか、等々の意見は伺っております。ただですね、昨年度ホームアンダーウェイ制導入するにあたってですね、当然そういった、デメリットがあることは認識した上で、導入しております。また昨年度もですね、この場で少しお話しさせていただきましたが、このホームアンダーウェイ制を導入した理由は、当事者意識を持って自分たちの試合を、運営してもらうためです。もちろんホームアンダーウェイ制導入前もですね、会場ごとに、担当する大学を決めて運営してきましたが、やはり、やらされているというか自主的ではなかったのかなと感じています。単純に試合をするだけではなくてですね、主体的に運営を行うことで、よりリーグ戦を盛り上げることができるのではないかなと思っていますし、それが運営する学生の成長にもつながると考えております。実際に昨年度、主体的にホームゲーム運営したことによりまして、筑波大学さん、流通経済大学さんなど、ホームゲームにおいてはですね、公共の施設を使っていた以上の、お客さんが足を運んでいただいております。必ずしもですね、大学サッカーのグランドすべてに観客席が用意されているわけではありませんので、お客さんに不便をかけてしまう部分もあるかと思うんですけれども、当然その施設面の改善は連盟として大学側に促していきたいと考えておりますし、このホームアンダーウェイ制の導入は、大学サッカーをより盛り上げるためということだということを、ご理解いただき、継続して、ご支援いただければなと思います。それと最後にですね、リーグ戦から、今年の全日本大学サッカー選手権大会への出場枠は、今年全日本大学サッカー選手権大会が大幅に、変わることに伴い、現時点で7枠となります。ただですね、夏の総理大臣杯、全日本大学サッカートーナメントでの枠もありますので、ここで関東のチームが準優勝した場合は、そのチームが自動的に出場できますので、その場合は9チーム関東から出場できることになります。はい。以上、簡単でありますが、リーグ戦の概要についての説明となります。はい。ちょっと長くなって申し訳ないんですけれども、続けて展望に移らさせていただきたいと思います。まずは、一部からですね、近年の結果から、本当にどこが優勝しても降格してもおかしくない、そういうリーグ戦だと思います。その中でもですね、いくつか優勝候補を挙げるとすると、中心となるのはやはり昨年度の優勝した筑波大学、それと、全日本大学サッカー選手権大会に優勝した明治大学、あとは昨年度、インカレ等を見てても、出場していたメンバーが、多く残る流通経済大学といったようなところなのかなと、思っております。ここも、昨年度少し展望のところで話をさせていただきましたが、近年はですね、昇格組が、躍進するケースが多いのが特徴となっております。2021年の流通経済大学、2018年の早稲田大学は、昇格してすぐに優勝していますし、昨年度も日本大学、その前の年も東京国際大学などが、全日本大学サッカー選手権大会に出場していますし、ここ6年間ですね、昇格してきたチームは、一度も降格していません。
そういうことを踏まえますと、今年昇格してきた駒澤大学、それと、関東大学、関東学院大学さんも、こうリーグを盛り上げるような、チームになってくるのかなと思います。ただ本当に冒頭お伝えしていますように、どこが優勝しても降格してもおかしくないような、リーグ戦ですので、どのチームもにも当然チャンスはあるのかなと思ってます。個人的には、優勝するためのポイントっていうのは、過去見てても、開幕でスタートダッシュが切れるかどうかなのかなと感じていますので、開幕スタートが切れたチームが、そのままの勢いで優勝する可能性が高いのかなと思っております。続いて、2部のところですが、1部から、降格したチームが、すぐ優勝したのは、過去5年で、昨年度の、駒澤大学と、2020年の流通経済大学の2校です。昇格となるとですね、2019年の、国士舘大学が加わりますが、一部からの降格組がなかなか、厳しい戦いになるのかなと思います。また都県から昇格してすぐ、一部への昇格っていうのも、過去10年で、ありませんので、3部からの昇格組も厳しい戦いになるのかなと思っております。一部から落ちた2チーム、選手層も厚いですし、いいチームであるっていうことは多分理解されてると思うんですけれども、昇格争いの中心になってくるのは、昨年、昇格争いに加わっていた、立正大学、日本体育大学、早稲田大学、山梨学院大学あたりになるのかなと考えております。最後に、昨年度できた3部ですが、過去、2部リーグ制だったとき、都県に落ちてすぐ、昇格するというケースが多いのと、昨年度も3部に降格した4チームのうち、2チームが昇格しているので、データ的に言うと、降格したチームが中心になるのかなというふうには思いますが、昨年度3部に自動降格したチームはかなり2部リーグの中で勝ち点が離れていましたので、今年は個人的には降格組にとって、難しい戦いになるのかなとは、思っております。ある意味ですね、この3部が、一番予想するのが難しいのかなと考えております。逆に言うと予想するのが難しいっていうことは、どのチームにでもチャンスがあるのかなと、感じています。展望をお話しさせていただきましたが、本当に一部リーグのところでも伝えたように、どこが優勝しても、どこが降格してもおかしくないぐらいに熾烈なリーグ戦だと思っておりますので、ぜひ、直接会場に足を運んで、いただくかですね、配信等を見ていただければ、幸いです。概要を含めて少し、長くなってしまいましたが、以上となります。最後になりましたが、再度ですね、特別協賛社の、東日本旅客鉄道株式会社をはじめ、協賛各社の皆様、それと運営等にご協力いただいております、関係者の皆様に、感謝申し上げます。本当にありがとうございます。すみません、長くなりましたが、以上になります。ありがとうございました。続きまして、登壇している12名の選手に、チームの特徴と本大会へ向けての抱負を伺いたいと思います。筑波大学主将、福井啓太選手より、順にお願いいたします。筑波大学、福井啓太です。今年のチームの特徴としては、個で打開できる選手や、個で守れる選手が多くいて、力強いチームだと思ってて、でも、個に頼りすぎるではなく、うまく連携も使えるチームだと思ってます。で、今年の抱負としては、去年、
6年ぶりに関東大学サッカーリーグ1部を優勝することができて、まあ、今年も何としても連覇を達成したいというのが、まあ、一番の抱負なんですけど、まあ、本当にそんな甘いリーグじゃないっていうのは、一人一人が全部分かってるので、まあ、去年と同じことをやってても、まあ、優勝できるっていうふうには思ってないので、まあ、また去年と違う強さを見せれるようにやっていきたいと思ってます。で、大学サッカーを牽引していくチーム、組織になっていきたいと思います。以上です。東京国際大学、板倉源太です。チームの特徴は、運動量、球際、攻守の切り替え、この3つをベースに、やはり、縦に速く、全員、守備を特徴としています。今年の抱負は、おととし、去年と準優勝と悔しい結果が終わっているので、今年は一戦一戦にこだわり、東国スタイルを貫き優勝を目指します。以上です。今年のチームの特徴としては、三原則をベースに、強い個人がクリエイティブに絡み合うサッカーが特徴だと思っています。また、本大会の抱負としましては、とにかく失点ゼロにこだわって優勝したいと思います。以上です。日本大学の熊倉浩希です。我々の特徴は、攻守において運動量を生かしてアグレッシブなサッカーをするところです。また、サッカーだけでなく人間力を大切にしています。社会に出ても通用する人間にをコンセプトのもと、チームの歴史を積み上げるべくチャレンジし続けたいと思います。本大会の抱負といたしましては、昨年は18年ぶりの関東1部挑戦で4位でフィニッシュしました。今年はそれを超えるべく、プレイヤーとして、また一人の人間として、常に成長し続けることを目指し、リーグ22試合を通じて、人間力の向上、そして目標であるリーグチャンピオンを達成したいと考えています。以上です。立経大大学の藤井海人です。今年のチームの特徴は、前から強度の高いプレッシングと、一人一人のこの特徴を最大限に生かした攻撃です。今大会の意気込みは、昨年の自分たちを超え、優勝できるように頑張ります。以上です。東洋大学中山浩太です。チームの特徴は、ボールを大事にしながらも最短でゴールを目指すこと、そして前線からの連動した守備というものを特に大切にしています。本大会に向けての目標は、今まで東洋大学が成し遂げることができていない関東リーグ制覇というものを成し遂げて歴史を変えることです。以上です。桐蔭横浜大学の松本太一です。チームの特徴は身長の高い選手が多く、セットプレーに強いところです。本大会の抱負はリーグ最少失点で初優勝することです。以上です。東海大学体育会サッカー部主将の東圭です。今年のチームの特徴としましては、昨年からのストロングでもあったゴール前での粘り強い守備や、縦に速いサッカーはもちろん、ピッチ上で学年関係なく要求し合えるチームだと思っています。また、本大会に向けての抱負は、まずリーグ戦を開幕するにあたり、個人力してくださる全ての方々や、今サッカーができている環境に干渉はせずプレーしていきたいと思います。抱負といたしましては、昨年は1部リーグに上がって1年目ということもあり、1部リーグでの質や強度に圧倒される部分もありましたが、今年は2年目ということで、昨年成し遂げられなかったインカレ出場や関東リーグ優勝を成し遂げられるように、一戦一戦ひたむきに戦いたいと思います。以上です。国士舘大学、高橋拓人です。今年のチームの特徴は、前線から速いプレスを、
でして、相手のコートでボールを奪う力があり、全員守備、全員攻撃が今年のチームの特徴です。本大会に向けての抱負は、23年ぶりに一部リーグ優勝を果たすことです。一部リーグを優勝したのが22年前であり、優勝からとても遠ざかっているので、今年は23年ぶりに優勝を果たせるように、国士舘大学の強みを生かして、一戦一戦、勝利にこだわって戦っていきたいと思います。以上です。中央大学、大野敦です。今年のチームの特徴は、中大もともとあるパスサッカーに加えて、まあ、より効率的にゴールに迫っていく姿勢というのがあるところが特徴だと思います。今年の抱負といたしましては、昨シーズンはなかなか勝てず苦しいシーズンを過ごしたので、まあ、その分勝ちに飢えている選手がたくさんいるので、まあ、一試合一試合勝ちにこだわって、まあ、優勝を目指して頑張っていきます。以上です。駒澤大学の鈴木茂樹です。駒澤大学の特徴としては、前に速い攻撃と走力で、まあ、一躍ゴールを奪うことが、まあ、特徴だと思っています。本大会の抱負としては、まあ、学生らしくフェアプレー精神を持って、まあ、一部リーグ優勝を目指していきたいと思っています。以上です。関東学院大学中田俊樹です。チームの特徴は、選手それぞれの特徴を生かした攻守において攻撃的なサッカーというのが特徴です。本大会に向けての抱負は、総部初の一部ということで、今までの先輩がつないでくれたものを、そして自分たちが積み上げてきたものを披露する強さを見せつける、そんな大会にしたいです。以上です。ありがとうございました。最後になりましたが、質疑応答に移らせていただきます。皆様からご質問がございましたら、ご遠慮なくご質問ください。ご質問のある方は Zoom 機能の挙手マークを押してください。またチャットでのご質問も受け付けております。それでは私から皆様にいくつか質問をさせていただきます。今期の次大学の注目選手とその理由を教えてください。筑波大学主将、福井啓太選手より順にお願いいたします。筑波大学福井啓太です。今シーズンの筑波大学の注目選手としては、しましては、まあ、新4年の竹内隆人を挙げます。挙げた理由としては、彼は去年のシーズン、まあ、多く怪我をしてしまって、怪我で1年間苦しんでいるのを、まあ、チーム全員知っているので、まあ、その悔しさをピッチでぶつけてくれると思ってます。自分の見てほしいプレーとしては、1対1の守備のところと、まあ、後ろからのビルドアップのところを見てほしいです。以上です。東京国際大学、高倉源太です。今季の注目選手は、与田来輝です。試合、理由は試合の流れを読むことができるのと、
安定したプレーと高い技術があるからです。自分の注目してほしいプレーは安定感と対人の強さです。以上です。注目選手としましては、常盤京太です。明治のボランチを支えるダイナモとして、チームを支えてもらいたいと思っています。また、自身の、見てほしいプレーは、スピードだったり、得点、アシストだったり、そういう部分を注目してほしいです。以上です。日本大学の熊倉浩希です。日本大学の注目選手は熊倉浩達です。攻撃では起点になり、日大の攻撃を牽引し、守備ではアグレッシブなハイプレスを前線から支えてくれています。自分の注目してほしいポイントとしましては、リーダーシップを生かしてゲームをコントロールするところや、左足のキックを生かした展開力を見ていただきたいです。以上です。流通経済大学の藤井海斗です。注目選手は根本健太選手です。理由は、この前行われました、デンソーカップの優秀選手にも入り、日韓戦では優秀選手にも選ばれていました。大学ナンバーワンのセンターバックだと思っているので、注目してほしいです。自分の見てほしいところは、ボールダッシュとミドルシュートです。以上です。東洋大学中山晃太です。東洋大学の注目選手は新井雄太です。その理由といたしましては、彼のキレのあるドリブルは昨年度から東洋大学の武器になっているからです。自分の注目してほしいプレーは決定的なアシストや、ゴールです。以上です。横浜大学の松本太一です。桐蔭の注目選手はフォワードの渡辺圭吾です。彼のプレッシングとポストプレーから攻守のスイッチが入るので、そこを見てほしいです。自分の見てほしいプレーは迫力のあるヘディングと体を張ったプレーです。以上です。東海大学の東圭です。自大学の注目選手は、フォワードの小山幹二選手です。理由としましては、高いシュートセンスや前線でのボールキープ力が高く、チームのエースとして得点してくれることを期待します。自分のプレーで見てほしいポイントは、攻守においてのハードワークや態度からのクロスを見てほしいです。以上です。国士舘大学、高橋拓人です。チームの注目選手は中村明宏です。理由としましては、足がとても速いので、突破力のある、ドリブルを注目してほしいです。自分の、見てほしいところは、的確なコーチングと、シュートストップです。以上です。中央大学、大野敦貴です。自大学の注目選手は、家坂陽子です。左サイドを中心にプレーするのですが、豊富な運動量と、戦う姿勢、闘争心というところで、チームを引っ張ってくれるという点で、挙げました。自分の注目してほしいプレーは、ディフェンスラインの統率と前の配球です。以上です。駒澤大学の鈴木秀樹です。駒澤大学の注目選手は崎山雄太です。力強いプレーと前への推進力、テクニックがあり、攻撃の要となっていくと思います。自分のプレーについては、体の強さとゴール前の勝負強さを注目してほしいです。以上です。関東学院大学、中田俊樹です。注目選手は堀金俊明選手です。昨シーズンのチーム内の得点王で、今年もゴールっていう形でチームに貢献してくれるんじゃないかと期待しています。自分の見てほしいプレーは、ゲームコントロールと運動量です。以上です。他に質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。
劇坂児玉様、お願いいたします。すみません、児玉です。お世話になってます。せっかくなので、ちょっと質問させてください。まず、琉球の藤井選手をお願いします。はい。監督がね、ちょっと直前で、変わるということになったということですけど、キャプテンとして、リーグ戦に向けて、今のチームに、開幕に向けて心がけることっていうことはどういうことでしょうか。やっぱり、自分たちはサッカーを通して表現するしかないと思っていますし、自分たちがやってきたことに関しては、ぶれることなくやりたいと思っているので、いろんな声があるとは思いますけど、自分たちはぶれずに、ただ目の前の勝利に向かって頑張っていくだけだと思っています。はい、ありがとうございます。あとは、6番の福井選手、お願いします。はい。あれですよね、東洋の中山選手と大宮で多分一緒だった。はい、そうです。この2人が関東一部で、この最終学年でキャプテンやるということについては、意見ありますでしょうか。そうですね。どちらかといったら2人ともそんなキャプテンをやるキャラでは、ユース時代なかったんですけど、この3年間でお互い、サッカーのところも人間としても成長した結果が、キャプテンとして、この4年でキャプテンになったのかなと思って、そこは、東洋さんとやるときはすごい楽しみですし、負けたくないっていう気持ちはあります。以上です。個人としても先に1点決められて、個人としてもかなりプロっていうところを意識する上では、かなり思うことはあるんじゃないでしょうか。先生、もう一回言ってもらってすみません、先に中山君が大宮に内定したっていうことで、個人としても気合が入る部分というところとかあるんじゃないでしょうか。そうですね。そこももちろんありますし、リーグ開幕してから、自分のプレーをもっと出せるように頑張っていきたいと思います。以上です。すみません、ありがとうございます。で、あと、明治の中村選手、お願いします。はい。すみません、中村君は多分、マイクは3人いると思うんですね、同期。はい。そこについてはどうでしょうか。そうですね。浩輝と敦貴の2人に関しては、高校時代からもともとリーダーシップがあって、チームを引っ張ってくれてた存在なので、キャプテンやるだろうなっていうのは思ってました。多分その2人からしたら、自分がキャプテンやってるっていうのはすごく驚きっていうか、そういう部分があると思うんですけど、やっぱり自分も、3年間、今4年目ですけど、明治で培った人間性だったり、サッカーの面でも成長できた部分を、その2人にも見せていけたらなとは思っています。以上です。すみません、ありがとうございます。今シーズンもよろしくお願いします。ありがとうございました。お時間が参りましたので、これにて本日の記者会見を終了させていただきます。本日はお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございました。